はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はですね、たまにはスクワットを説明しようと思ってます。え、スクワット、あんたバックランジはおすすめなんじゃないのっていう声が今は聞こえそうなんですけれども、まあ確かにバックランジをここではかなり進めてます。ただね、それは目的とか場所とかそれにもよると思うんですね。そのバックランジとスクワットはそれぞれまあ良さがあるわけです。まあスクワットというのはまあこういう感じで2本足で当然やっていきますよね。でバックランジというのは片足でやっていくものなので、まあスクワットなら2本で支えられているものをバックランジ片足でやっていくので、単純計算で2倍かそれ以上の重さが片足に乗ってくるということで、自宅でトレーニングする場合に関しては道具が何もなくても十分高いレベルの運動ができるということなんですね。ただスクワットの場合には2本足だとちょっと軽すぎますよというので、ジムでだったらやっぱりバーを担いで重さを担いでやらなきゃいけないというところはあったりするわけですけど、なので自宅でやる、それでまあジムにも行ってるんだけども、自宅でもちょっとやりたい時にはバックランジがいいですよというまあおすすめをしてるわけです。それと効く場所は少し違うわけですね。バックランジの場合にはお尻もも裏にかなり効いていきます。でスクワットの場合には大腿四頭筋とあとお腹腰というこの体幹部分がかなり効いてくるんですね。これはまあ上に重りこういうバーが乗っているので、この重いバーを乗っけて支えてるだけでやっぱりうっと支えなきゃいけないというところが出てくるので、やっぱりこの体幹部分をかなり使うというところがスクワットには出てくるわけですね。なので、まあ、その自宅でトレーニングするのかジムでトレーニングするのか、一体どこに活かせるのか、どういう目的か、まあ、そういうことでその利用の仕方というのはまあ変わってくるんですね。だからまあ実際には僕がジムで教えている時にはスクワットを教えることも多々あります。それはやはり体幹がまだまだ弱い、座り仕事でこのお腹と腰が弱い人がいるので、まあ、それをもっとやってくださいという意味でスクワットを入れる男性の人もやっぱ結構いるんですね。で僕自身もまあスクワットとランジとまあ半々でやってます。ということで今日はまあスクワットをね、たまにはやっていこうということで詳しく説明していこうと思ってるんですけれども、まあここにはスクワットのマシンがないので、このバーを使って、スクワットのまずね、フォームから説明していきたいと思っています。でまずこのバーを担ぐときに、まあここに首のところに一番下のところ、この骨ありますよね。この骨より当然下の僧帽筋に乗るように乗っけるんですけど、これがですね、姿勢がそもそもあまり良くない人の場合、ついついこう前に乗っけちゃいがちなんですね。で前に乗せれば前に乗せるほど上背部、背中の上の方がこう丸くなっちゃうので、こういう風な形で絶対乗せないように、乗っけた時にすでに肩甲骨がギュッと締められる位置にしてほしいですね。なのであんまり上すぎないで、僧帽筋に乗ってて、ね、いわゆる筋肉こうやって手を上げればちょうど僧帽筋が盛り上がりますから、そこに乗ってて、まあ、骨も痛くなく、そしてまあずり落ちないぐらいのところなんですけど、肩甲骨を常に締めて胸を上げられている状態がもうスタートです。肩甲骨はこの時に開いている状態はもうすでに姿勢が悪いので、これもダメですね。気がしやすいし、いいスクワットはできないですね。肩甲骨をまずしっかり締められる状態、目いっぱい正直締めますよ。そういうような位置に乗っけていきます。まあ気持ち後ろっていう感じですね。それで肩甲骨を締めて胸を持ち上げる、で頭を高くする。すでにこの段階でほら、胸を持ち上げて肩甲骨締まってるから、ちょっと服で分かりづらいけど、すでにもうちょっと腰が反ってでっちの状態になってる。普通に立つとこのぐらい、猫背だとこのぐらい、これを胸を持ち上げて肩甲骨を締めてれば、もうすでにちょっと腰が反ったでっちになってますよね。でこのでっちりの状態のまましゃがんでいくんですけれども、この時にしゃがむというイメージではなくて、お尻を引いて、ね、股関節とお尻を後ろに引いて、ももが降りていくというイメージね。なんとなく全体に下がろうと思ったら、結構ねやっぱり最初の人はこう膝を出してこうしゃがんじゃうことなんで、膝を出してしゃがむではないということ。股関節を後ろにクッと抜く、抜いて引いてあげたら膝はニュートラルの状態にして、ももが後ろにどんどんどん、ももを結構後ろに行きます。そして立ち上がっていくという感じなんで、なんか全体的に下がるってこういう感じじゃなくて、お尻でっちりでっちりから入ってのももを落とすという感じでしゃがんでいきますね。まず最初にちょっと下から一回説明しますね。基本の足幅というのが肩幅ぐらいと思ってください。肩幅っていうのがなかなかね、人によって違うかもしれないですけど、自分の肩がすっぽり入るぐらい、今だったら僕本当にこれぐらい、肩がすっぽり入るぐらいの幅を広げていきます。で、つま先の向きなんですけど、これ結構ね、人によってね、ちょっと問題がある場合があります。例えば問題があるっていうのは、この幅なのにつま先がすごい外向いてこうやってる人もいれば、つま先を真正面に向けてやってる人もいる。これも違うんですね。つま先の向きっていうのはこう、ま、閉じてれば真正面、これがどんどん開けば開くほどハの字に外向きになってくるんですね。ワイドスクワットならこうかなり外に向いて、つま先は向いていくという感じ。
これを狭くすれば狭くそう徐々に角度が狭くなってくるんですけど、なので肩幅の場合にはつま先が外に、ね、正面よりもこう20度ぐらい外に開いてるような、まあ、そんな感じなんですね。そのぐらいの幅になってくるね、広すぎもせずということです。20度ぐらいで足を踏む位置なんですけれども、通常これしゃがんでいくときにつま先には体重かからない、母子球とかつま先には体重かからないです。つま先あの母子球ついてますけれども、くるぶしの真下かかとあたりを踏んでいくということ。まあ実際にはくるぶしの真下っていうのはちょっと浮いてるんであれですけど、イメージはくるぶしの真下なんですね。実際にはかかとの真下を踏んでるという感じ。ただこれかかとかかとっていうとこうやっちゃう人いるんですね。すみすましいんでやってるとこうつま先浮いちゃう人いるんですけど、つま先浮かないですね。かかとを真下に踏むような感じでそこに重心がかかる感じ。母子球とかね、小指の付け根もついてるんですけど、特にそこには体重はかかってないという状態にしてください。そこはなんとなくゆるくバランスをとっているような状態の足の裏の使い方ですね。そしてその中で膝をニュートラルしながらこの股関節を引いてあげると、ももがどんどん後ろに出てくる。これが自分が思ってる以上にグッと引いてほしいんですね。これができない人は結構膝が前に出ちゃう。で、降りた時に膝がつま先を越えて前に出ちゃうっていうのもこれ膝出すぎで、結構膝を壊しやすいです。つま先はね、出ちゃいけない、絶対出ちゃいけないとは言わないけれども、つま先が膝を越えて出てれば出てるほど重ければやっぱり膝を怪我しやすいので、ギリギリつま先の真上ぐらいがちょうどいいです。だけど自分としては太ももを目いっぱいこの後ろに後ろに後ろに、ここをとにかく後ろに後ろに引いていくという感じでいかなければ膝出ちゃいますし、かかとに体重かからないので、しっかりももを後ろに引いてください。股関節も後ろに引いてください。で、そうでありながら、そのでっちりでありながらの腰と背中の反りがなければ上半身がこうなっちゃうね。これダメ。腰と背中は絶対反りがあって上に持ち上げてる感じ。スクワットやっていくときに全部ゴリじゃなくて、ここから上、肋骨から上は上に伸び上がるイメージを持っていく。こっちは伸び上がる、腰から下は下がる感じ。下がると伸びるの両方の力が加わりながら運動してるので、常にね、上と落ちる、この2つのイメージを持っていてください。なので絶対下がろうと思ってこういう風にならないということ。腰の反りがありながら背中の反りがある中ででっちり目いっぱいももを後ろに引いていくというこの形をとってください。で、当然ね、この腰の反りができない人がいます。腰はそんなに反れない、背中が反れないという人がいます。まあ、それはスクワットをやる準備がまだね、体ができてないので、普通にうつ伏せになってスーパーマンやるっていうのをもう毎日毎日やらないと、それをやらないと正直スクワットができる体ではないので、本当にそこはまず準備を整えてからスクワットにぜひ入ってくださいね。まあ、そういう意味で腰をすごく使うので、逆にこれスクワット自体は腰の筋トレにもなりますし、めったにねスクワットをやらない、急にスクワットちょっと重いなと結構ね、脊柱起立筋、筋肉痛になるんですよ。まあ、それぐらい使ってるということ。それさっきの持ち上げるっていうのは実際には腹横筋あたり、まあ腹直筋もですけど、少し締めて持ち上げてるので、まあやっぱりお腹も使ってるんですね。なので体幹トレーニングとしての意味もあるということです。まあ、そんな感じで上に伸び上がるイメージと下に下がるイメージ、そしてできるだけもも水平までと思ってください。ここまで降りてほしい。もも水平まで降りてください。これを男の人にありがちな、どん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 重くして、重いの、よし重いぞ、170キロだ、うわぁ、これね、何も変わらないです。血圧高くなるだけ、血圧高いのになれるだけというか、まあそれこそね、体幹運動にしかなってないので、重いの乗っけてうーっと潰れそうな、グッと起こしてる、その体幹運動にしかなってなくて、全然足の運動になってなくて、足の形が変わらないですね。なのでこれは自分がもも水平にできる、しかも急いでフッと上がるんじゃなくて、しっかり一瞬自分の気持ちの中では一瞬止めてるっていうような感じでできる重さにしてください。だから無理をしすぎないってこと。今のができないのであれば完全に重すぎて、本当に腰とか膝とかやっぱり怪我しやすいことも起きやすい。特に 40、50代それ以上の人の場合にはそれができないような重さにすべきではないですね。特に今言った40、50代以上の人はここできっちり止められるようなスクワットをしていった方がメリットは大きいです。はい、まあ、そんな感じでスクワットのフォームというのはありますね。それで自宅の場合には、まあ、バーがないので、まあ、まず最初としては、足はこの肩幅ぐらいのところでの、まあ、こんな形のスクワットをまず、
動画ない人はやってくださいというか、まずこれができるかどうかね。さっきのバーのスクワットもそうそう、あのバーを持つ前に自分自身がこうやってこうして背中を反った姿勢、膝が出ない姿勢、そしてももが水平というのは下で1秒間止めて上がってくるというのが、まあまずできなければまだバーを担ぐ体にはなってないので、まずこれができるということで、自宅でやればいいのはまずこれができるということで、それから、まあ、ダンベルがあるなら、まあ、自分がある、ね、家にあるダンベルでいいので、まあ、まずは横に持ちますね。横に持った状態での上半身をしっかり持ち上げる力を加えながらの、できる限り膝が出ないような姿勢をとっていく。でこれあのダンベルを持っている場合には当然ダンベルのここ幅がダンベルをこう持ってますので足幅を広げられません。ちょっと広くするともうこう当たっちゃうので、結構ナロースタンス、狭い感じでやるスクワットしかできなくなってくるというのはちょっとデメリットではあります。あとはあの上に乗っけてると、バーを上に乗っけてる方が手がこうなってる、肩関節もこう回転してる、胸を持ち上げやすいし、お腹をこう引き上げやすいんですね。上に伸びるイメージを持ちやすいんですけど、この横に持ってあるスクワットの場合にはうっかりこう引っ張られちゃう、こうなりがちです。だからより一層グッと胸を持ち上げる力がダンベルを横にしてやるスクワットの場合には必要になってくるので、まあここは上半身の持ち上げを気をつけてやってほしいですね。でもう一つはこのダンベルをこういう形で持って、この場合には少し広くなります。でこのまま、胸をしっかり持ち上げて、こういうちょっと広めのスクワットをやっていく、まあ、まあ狭くてもいいんですけれども、スクワットをやっていく、まあこの場合だとワイドスクワットは全然やりやすいですね。ただし1個しか持ってないので両方持つと当然2倍ですけども、この1個が十分な重さがないと、これを軽めのでやってるとあまり効果は得にくいという、まあちょっと軽くなってしまいますよというのはありますね。まあ、ただ、当然こういう形で持っていきます。そして、スクワットをやっていく上で壁というのが訪れることはあります。壁は一つはさっきの腰ですね。腰がやっぱりこういう姿勢を取れなくて収縮ができなくてこうなってしまうというのがあるんですけど、当然これが丸まってしまうと、これ以上重いのってしまうと倒れて怪我しやすい、腰痛を起こしやすいというのがあるので、まあ、そこはやっぱりスーパーマンがしっかりできるように収縮できる腰を作ってほしいということ。でこれをね、反ることができないので一生懸命こうしようと思うと今度膝が出ちゃうんですね。で今度膝の方に負担かかっちゃうっていうふうになるので、これは本当に腰はちゃんと収縮できる腰を準備して作ってほしいと思います。であとはね、足首が硬い人ね、そもそもこうやってしゃがむことができない人の場合には、後ろコロンっていってしまう人の場合にはスクワットをやりますよっていうと、どうもここが詰まってしっかりしゃがめないという人がいるんですけど、まあそういう場合にはまあよくあるように 1.25 ぐらいの薄いプレートをかかとに挟んでやっていけば、まあ少しはこの詰まりが取れるんですけど、その分ただかかとを踏んでるね、重心がちょっと前寄りになってくるので、少しねやはり後ろに効かせづらくてちょっと前に効いてしまうというデメリットはやっぱりあります。ただまあ実際靴をね、通常まあジムなんかだとシューズ履いてるの で一般的なランニングシューズ、トレーニングシューズっていうのはちょっと前に傾斜がついた形になってる、それだけでもやっぱりちょっと薄いプレートがある感じなんですけど、それでもやっぱりまだいけないという人は、まあ、入れないといけないんですけど、ただその入れる入れないの問題に自分で努力してるかどうかも大切です。きちんとこうやってしゃがむということを毎日やっていくという、これも準備必要ですね。毎日しゃがむ、鳴らせるということをやっていった上でできるかできないかを考えてほしいということ。まあ今つまりは急にね、明日明後日でそれをやればできるということはなくて、まあちょっと1年とかかかるかもしれないですけど、この辺のストレッチと同じようにしゃがむことによってこの詰まりを少しは改善できるかどうか、ちょっとやってみてほしいですね。まずその努力もしてほしいということ。それからもう一つの壁というのは身長ですね。スクワットをやっていく上で身長がまあ大体ですけど180とか183を超えてくるような身長になってくると、まあどうやっても膝が出そうになってくる。というのはもうここが長いので、膝から股関節までのこの大腿骨が長いので、しゃがめがしゃがむほどこの距離がぐーっと出てくるんですね。まあ僕なんか幸いこの距離が出ないので全然膝がつま先より前出ないんでできますけれども、やはり身長が180、183超えてくるとこれがぐーっと距離が出てくる分膝が出やすくなります。なので身長がすごい高い人の場合膝が出ちゃいけないわけではない。これ結構身長に本当寄ってきます。逆にね僕が以前教えてた
もう70歳近いような、女性の方の場合、もう僕のお母さん、まあ、当時ずっと昔落ちてたんで、僕のお母さんぐらいの年の人がもう綺麗なスクワットできますけどね、あんまり背が高くなかったんでね。だけど背が高いとすごい難しくなってきます。なのでそれは膝が出てもしょうがない、あるいは背がすごい高い人の場合はやはり少しワイドにしてやっていかないと膝がやっぱ出ちゃうんですね。なので普通は肩幅って言いますけれども、背が高い人の場合やっぱりちょっとワイドでもうやっていくというような感じにしていかないとうまくはできないので、その幅はね、この前後と考えながら自分の身長と照らし合わせてちょっと考えてみてほしいです。なので、まあ、そういった調整もしながらやってください。そしてですね、最後に、そうそう、スクワット、呼吸がものすごい大事ですので、必ず降りる時に息を思いっきり吸って吸うことによって胸を膨らます。これによって姿勢が崩れるのを避けますね。そして上がりながら息を吐いていく、息を吸ってこれ止める、で下半分は止めてていいけど上半分で吐く、息を吸って下半分止めていいけど、ここから下半分は止めてて上半分で吐く、というふうに必ず動きと呼吸をね合わせてやっていってください。その方がねスクワットうまくいくと思います。はい、そんな感じでね、スクワットのフォームをきちんと気にしながら頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのイージーでした。